これは私とご主人がまだこの星に来る前のお話です。宝足神、タト様はこの世界を管理する10人の神王。その中の、宝足神王の父と、創造神王の母から生まれた、宝足神の突然変異種の神でした。変異種ということもあり、宝足神ではありえないほどの力を持っていたのです。どれほどかというと、神王クラスでも完全習得200年はかかる究極属性すら、ご主人はたったの1週間で習得してしまうほどでした。この才能は限定王神ですらも容易に上回るほどだったのです。そこで帝王神はご主人を実帝王神の第一候補として様子を見るために、私を作り、ご主人の専属神としての使命を与えたのです。それが私が生まれた意味でもあります。そして帝王神候補として城を与えられ、そこの主としてご主人は3歳の頃からずっと王として過ごしていたのです。そんな完璧な経歴を持つご主人にも欠点がありました。それは、はぁ、タト様もメリア様もどこに行かれたのか。また次の神王会議の予定を入れないといけないのに。こらぁ、ご主人、待ちなさい。よぉ、アリシア。あ、タト様。あ、悪い、ちょっと取り込み中なんだ。ご主人、もう、早く私のパンツ返してください。メリア様、ちょっとごめん、今取り込み中。またですか。そう、タト様は幼稚であること。この人が私たちの王であり、私のご主人である。宝足神、タト。年は今年で14歳を迎えた、まだまだ神の世界では幼すぎる王である。この世界には10の世界があり、各世界の神王の頂点に立つ帝王神の第一候補の神です。今全世界で帝王神候補は12名、その中でもダントツ1位を13年連続キープしている天才です。私は恥ずかしながら10位です。もう5歳の頃には神王を触れずに倒していたので実力も間違いなく帝王神の次に強いことは間違いありません。私はメリア、生まれてまだ13年しか経っていない、幼い神です。城の神の中で、唯一ご主人の相手ができるのが私です。もう、ご主人、観念しなさい。そんなので足止めなんかできねえよ。さっきの技、破壊玉、という技で、取り扱いを間違えると世界の半分が壊れる代物です。はぁ、普通にヤバい代物です。前回の破壊玉は以前より5000以上の法則を練り込んだんですよ。少ない少ない、それで法則神を出し抜くなんて甘いぜ。私、全知全能ですよ。なんちゃって全知全能だろ、そんなんじゃ、まだまだ完成度が低いな。むぅ、ご主人が力を持ちすぎてるんですよ。ほら、それよりいいのか、お前のパンツまだここにあるのだが。ご主人が干してるところを私の目の前で取ったんでしょう。お前、案外普通なんだな。ああ、もう、早く返して、ご主人。捕まえたらいいんだよ。まあ、お前みたいなノロマには捕まらないけどな。私、スピードだけなら第三候補の人より速いですよ。なら俺を捕まえろよ。もう、ご主人が速すぎるんですよ。ちなみにこの鬼ごっこは世界の隅から隅までで20秒くらいでたどり着いてしまうため、足止めさせるのがコツだったりします。私から見たらタト様もタト様ですけど、メリア様もメリア様ですよ。追いかけっこの足止めで天才級の技をホイホイ打ち込んでる時点で、十分二人とも常識外れですよ。タト様が全部解除してなかったら世界壊れてますよ。おい、アリシアこれやるよ。これ、メリア様の下着ですか。ああ、あいつを挑発するのはこいつが一番だからな。あ、もう少しであいつが来るけど、それはうまく隠しといてくれよ。はあ。でもあまり長くやりすぎるとメリア様拗ねてしまいますよ。あいつ拗ねたら本気で攻撃してくるからな。当たったことないけど。それはタト様だからですよ。よし、それじゃあもう一っ走り行ってくるか。本当、タト様はメリア様を気に入ってらっしゃる。小さい子が好きな子にいたずらするあれかしらね。子供らしかったら笑顔で見送れるのですがね。ねえ、ご主人ここに来なかった。あ、メリア様、下着は私が預かりましたよ。そう、それじゃあ、あと少しご主人を追いかけてから戻るわね。それまでに残りの掃除お願いね。はい、メリア様はご主人の相手をお願いします。ご主人も困ったものです。これが私たちのいつも通りの日常なんですよね。今日も平和っと。あ、仕事。タト様、メリア様、早く帰ってきてくださいねー。ご主人、やっと見つけましたよ。どうしたんですか、ご主人。この星は美しいな。ですがこの星に入っても何もありませんよ。そうなのか。この星は寿命を迎えて霧城に崩壊している最中なんですよ。霧城、珍しいな。たまたま爆発性のある素材がなかった星なので。そうか、生命の最後の輝きということか。なあ、メリア。はい、なんでしょう、ご主人。俺はずっと城の主をやったり、帝王神になるための勉強ばかりして。
それでちょうど去年、その勉強も終わって、検定王進が引退するまで特にすることもない。言ったらフリーだ。いやいや、王なんですから配下の神たちに指示を出さないと。あいつらも全員十分立派だ。各星を守ってる神の頂点クラスしかいないだろ。まあ、パト様の配下ですし。だからさ、俺もその間、この世界の住人を見てみたいなって思ってるんだ。頂点に立つのなら、この世界を隅々まで見ておいても問題ないだろ。確かにそうですが。それじゃあ明日から各星を巡っていこうぜ。そうだな、どうせなら明日からがいいな。配下の神々になんて言えば。留守番はアリシアに任せるさ、あいつも最上級神の一人なんだ、大丈夫だろ。それじゃあ早速アリシアに行っておかないとな。ご主人、私はずっとおそばに置いてくれるんですね。いや、そこまで考えてないか。さて、アリシアに説得するか。私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。